皆さんこんにちは、アビーレジェンド大林です。今回はダイエット実践編の中級編やっていきます。前回の初級編では摂取カロリーを体重 ×30kcal に設定していただくということと、自重のトレーニングで構わないのでなるべく全身のトレーニングをやってくださいということでね、2つご紹介をさせていただきました。この内容に慣れてきたら、じゃあもう一段レベルアップして、もうちょっとね、続けるのが大変だけども効果の出やすいことをやっていきましょうということでね、今回は中級編のポイント2つご紹介させていただきます。1つ目は食事のことですね。初級編ではカロリーだけで大丈夫ですよと申し上げましたけども、中級編ではタンパク質の摂取量もしっかり見ていきましょうということで、タンパク質を体重1キロあたり2グラム1日あたりですね、取るようにしましょうということです。しっかりね、栄養表示を見ていただいて摂取カロリーを調整するっていうことに慣れてきたら、ぜひね、今度は栄養バランスにも目を向けていただきたいんですね。当然ダイエットっていうのは摂取カロリーと消費カロリーのバランスなので、何を食べても食べる以上に消費すれば痩せるんです。そういう意味では栄養バランスがめちゃくちゃでも摂取カロリーさえ守っておけば痩せるわけなんですね。そういうところもあって、まずはシンプルに続けやすいようにということで、初級編ではカロリーだけ見てもらって大丈夫ですよというふうに解説をさせていただいたんですけども、やっぱり栄養バランスも一緒にね、整えていくに越したことはないんですよ。同じ 2400kcal の摂取カロリーでも栄養バランスが整っている人と整っていない人では両方ともね、痩せていくのは痩せていくんですけども、栄養バランスが整っている方の方がより成果が出やすい。なので、まあ余裕があればね、ぜひね、この栄養バランスも調整していくっていうことでね、挑戦していただきたいんですけども、この栄養バランスの中でも特にタンパク質っていうのが重要になってきます。まあこれ筋肉をつけるだけじゃなくて、体の代謝を正常に保って筋肉量をね、落とさないようにダイエットをしていって、こう痩せた後にかっこいい体になる、かっこいい体をキープしていく、体型の見た目を改善していくということにおいては、タンパク質の摂取量っていうのは非常に重要になってきます。なので中級編では、まあ、脂質と糖質、炭水化物については、まあ、とりあえず考えなくていいので、タンパク質だけしっかりね、取れるようにしておきましょうということですね。まあやっぱり筋トレしてる方とかボディメイクをやってる方は、体重1キロにつき 2g のタンパク質はなるべくね、取っていただきたいということなので、2400kcal の範囲内でタンパク質を、まあ、体重80キロの方でしたら 160g はしっかり取ると、残りのカロリーは脂質と糖質で取るという形で組み立てていただければなと思います。ちなみにタンパク質は 1g あたり 4kcal なので、 160g タンパク質を取るとすると 640kcal ですね。なので残りの 1760kcal を脂質と糖質から取っていただくという形になります。こういう形でね、ちょっとこう栄養素の計算が入ってくると、こう食事組み立てる際の計算が複雑になってくるのでちょっと難しいですけども、それだけね、タンパク質をしっかり取ってもらうっていうのはメリットが大きいので、ぜひぜひね、チャレンジしていただければと思います。ちなみにタンパク質 160g どれぐらいなのっていう話なんですけども、お肉とかお魚 100g 中にタンパク質 20g 入ってると思っておいてください。コンビニに売ってるサラダチキン、あれ1枚でタンパク質 20g ぐらいです。普通にね、ファミレスとかステーキ屋さんなんかで出てくるステーキ1枚、まあ、120g ぐらいですけど、それぐらいの重さのステーキで、まあ、1枚 20g のタンパク質が取れると思っておいてください。なので、1日に 160g タンパク質取ろうと思うと、サラダチキン8枚食べないといけないわけですよ。ステーキ8枚食べないといけないわけですよ。たくさん食べれる方だったらそれでもいいかもしれないんですけども、ボディメイクのための食事、ダイエットのための食事に慣れてない方がいきなり、じゃあサラダチキン8枚分のタンパク質取れるかっていうと、なかなか難しいんですよね。まあ、なので思ったよりタンパク質を必要な分だけ確保するっていうのは大変なんだっていうことはしっかり頭に入れておいてください。まあ、だからこそプロテインとかそういうサプリメントをうまく活用していただいて、食事のね、手間とかね、ストレスっていうのを減らしていただくっていうのが、特にダイエット中っていうのはおすすめになってきます。そして2つ目なんですけども、中級編になったら頑張ってジムに通ってトレーニングしてみましょうと
ということですね。自宅での自重のトレーニングでももちろん成果は出るんですけども、なんといってもね、器具を使ったウエイトトレーニングの方がやっぱりですね、効率は高いんですね。なんで器具を使ったトレーニングの方が効率が良くなるかっていうと、全身性の原則というものがトレーニングの原則のね、一つとしてあります。人間の筋肉っていうのは少しずつ負荷を増やしていかないと効率よく成長していきませんよということです。少しずつ負荷を増やしていくっていうのは、まあ全身性というんですけども、いつもね、同じ内容、同じ回数、同じセット数でトレーニングしててもトレーニングの効果って頭打ちになっちゃうんですよ。自重のトレーニングってどうしてもね、負荷を増やしにくいんですよ。回数を増やすとかセット数を増やすっていうのも、もちろん負荷を増やす方法でもあるんですけども、限度があるじゃないですか。腕立て、まあ最初はね、10回3セットでも結構しんどかったのが、まあ慣れてくるにつれてね、できるようになってきますよね。10回が15回、20回になったりとか、3セットやってたのが4セット、5セットになるとか、あると思うんですけども、無限にね、回数もセット数も増やすわけにいかないじゃないですか。時間がめちゃくちゃかかっちゃうんでね。じゃあそんな100回、20セットとか、まあなかなかできないですよね。なのでやっぱりね、自重のトレーニングで負荷を増やし続けて、効率のいいトレーニングの状態を保ち続けるって不可能に近いんですよ。絶対どこかで頭打ちがきます。で、自重でのトレーニングはやっぱり頭打ちが来るのも非常に早いです。なのでやっぱりね、ウエイトトレーニング、マシンでも、まあダンベル、バーベルでも何でもいいんですけど、こうやっぱりね、器具でね、負荷をかけてあげるっていうのが一番ですね、効率いいんですよ。それに慣れたらやっぱり重量上げればいいだけなので、シンプルにね、すぐ簡単にですね、負荷を上げていくことができるわけなんですね。マシンのね、重りが一番重いところまでいったらそれ以上上げられないんで、頭打ちになっちゃうかもしれないですけど、そんなレベルまで筋力が高くなる人って、まあなかなかいないです。僕もね、なかなかそんなフルスタックって言いますけども、一番重いところにピンを刺してトレーニングできないです。なので、ジムに通ってれば、まず頭打ちが来ることはないと思っておいてください。そういうこともあって、やっぱり効率よく体を変えていきたいんであれば、頑張ってね、時間とお金を割いていただいて、ジムに通っていただくっていうのをおすすめします。で、まあ最初はね、何をやったらいいかわからないとかね、やり方がよくわからないっていうこともあると思うんで、ダンベルとかね、バーベルを持ったトレーニングは、経験のない方にとってはちょっとハードルが高くてやりづらいかもしれないので、中級編では、まずはマシンのトレーニング、やっていただければと思います。で、これも初級編でご説明したのと同じように、なるべく全身のトレーニングをまんべんなくやっていただきたいので、やっていただきたい種目としてはレッグプレス、バックエクステンション、レッグカール、まあ、これが下半身の種目ですね。で、上半身はチェストプレス、ショルダープレス、ラットプルダウン、シーテッドロー、この4種目、まあ、なので合計7種目ですね、やっていただきたいなと。時間があったら腹筋のトレーニングとかね、やっていただいてもいいと思うんですけども、腹筋のトレーニングをやったからといって腹筋が割れるとか、お腹の脂肪だけどんどん取れていくとか、そういうこともないので、まあ無理してやる必要はないです。まあなのでね、最低でもこの7種目もね、こうがっつりやっていただければいいんじゃないかなと思います。こうジムに通ってトレーニングするっていうのも、最初はね、気が進まないかもしれないですけど、自分をね、効率よく変えていくためには重要な要素になってくるので、ぜひぜひね、この機会にチャレンジしていただければと思います。ということで、今回はダイエット実践編のね、中級編ということで2点ですね、コツを紹介させていただきました。カロリーだけでなく、タンパク質の摂取量も体重 ×2g しっかりね、計算して取っていただくということと、ジムに通って全身のトレーニングをやっていただくということですね、ぜひ意識していただければと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE の方で毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいてチェックよろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品やキャンペーンの情報を記載しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。